単なる餃子の調味料であったはずが、そのまま食べられるものが登場し、ブームとなったラー油。ご飯のお供として、冷ややっこに乗っけるだけでもちょっとした一品が簡単に作れて便利で美味しいです。しかし種類が多すぎて、何を選べばいいのかわからない方も多いです。ラー油を選ぶ際に気をつけたいポイントやおすすめ、人気ランキングを紹介しますので、参考にしてください。リストの最初の製品は、有機激辛ラー油 920g、有機食品。通常バージョンの 1.5 倍という刺激的辛さが、売りの製品です。それでいて味わい深いのは、唐辛子に、香味野菜、香辛料をたっぷりブレンドして、時間をかけてじっくりと炊き出しているからです。辛味だけでなく、旨味と色目も追求したこだわりの一品です。豊かな、香ばしい香りも楽しめます。2番目の製品は、有機ラー油 105g、有機食品。唐辛子に、八角や、桂皮などの香辛料、香味野菜が贅沢に使われた製品です。辛味だけでなく香りも豊かで調理に適しています。あらゆる中華料理の辛味や、風味付けに使用することができます。赤っぽい色ながらも香料も着色料も一切、使用していない自然のままの味わい、成分にもこだわる方にもおすすめです。次の製品は、小笠原フルーツガーデン薬膳島ラー油。多くのメディアで紹介される、小笠原土産1位の品です。ウコンやアロエグアバハなどの健康に良い食材が入っているのが、特徴、若い女性を中心に、リピーターが続出です。風味も旨味も良く、冷製パスタやサラダにも最適です。具まで残らず食べることができて、薬膳になる食べるラー油です。次の製品は、四川風ラー油 SB。中国山椒を約20粒も漬け込んだ、独特の香りが特徴です。麻婆料理にかければ、本格中華が出来上がります。清涼感のある辛味は通常バージョンの製品よりも約 1.8 倍でガツンと辛さもあります。プッシュ機能付きのキャップが採用されており、欲しい量を調整してかけることができます。リストの次の製品は、リキンキグリラー油 SB。粗刻みの唐辛子とニンニクがたっぷり入っています。具材も食べることができるため、スプーンですくって、餃子やラーメンにかけてください。パッケージはもちろん、味も本格的な香港風です。これ一本あれば様々なお料理が本場の味に仕上がりそうです。食べるタイプの中でもラー油本来の良さがそのまま残された一品です。次の製品は、サウスプロダクトハバネロよりも、辛い赤鉢仕様の超激辛。とにかく刺激が欲しい。超激辛。大好きという方向けの製品です。通常であれば、普通の赤唐辛子が使われるのですが、こちらは、ハバネロの5倍の辛さという赤鉢が原料です。それでいて、ニンニクと生姜の風味も豊かで、食欲をそそる味わいなのです。少量で十分なので、とてもお得に使い続けることができます。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくためにチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。